3, 2, 1。なんでそういう動きになるかっていうと、足が前に向かないので、立てないんですね。立てない
歩けないということで、足足は歩けないから芋虫みたいな動きをするので、足科の仲間は足が前に向くんですよ。足が前に向けば立つことができる。だからこういう動きしてるの基本足科の仲間は。こんな感じで陸での動き見ても空中での動き見てもアザラシなのかアシカなのかはもう一目で分かる。動いてしまえる。じゃあその内側でもないセイウチって言いますよね。セイウチはまた別なんです。でも見分け方は簡単です。顔ひげもじゃねえ、絶対ヒバ生えてるからセイウチ。ね。セイウチって手のごっちゃになってる方いませんか？結構いるでしょう。ヒバあるのセイウチですからね。手にはあんなでかいヒバありません。セイウチです。だから昔前にあったあのフロアリの CM でコロコロちゃんって言われてます。今日は分かんないかな。コロコロちゃんっていうトムなのになんで牙生えてたみたいなキャラクターがいたんですけど、小さい頃に作ってくれた聖一のお兄さんに憧れて作った付け牙だそうですね。コロコロちゃんの牙はね、公式ホームページに書いてますね。牙があるのは聖一なので、あの皆さん聖一とアザラシと足からこれで見られます。そいつもね、全部同じ親戚ではあるので、海の中に住んでますし、泳ぎが得意っていうポイントも同じです。でも、細かく見ていけば、やっぱり違う生き物ですよね。はい、じゃあね、まあ、夜だから、まあ、夜にちなんだ話をしようと思いますが、アザラシって夜行性だと思いますよ、中古。答えは、どっちでもないんですね。どっちでもないんです、本当に。アザラシが昼だろうと夜だろうと関係なく寝ますし、活動しますし、餌も食べます。彼らにとってあんまりそれは重要じゃないみたいですね。昼間もあの陸上でも寝れば水中でも寝ることもあります。なんなら水中で熟睡して20分上がってこないなんてこともありますね。なんで死んでんじゃないかと思うこともあるんですけど、寝てるだけだったり。こんな感じでかなりマイペースな生き物なんですね。ちなみに夜でも目は思いっきり見えています。アザラシってあの水中の深くまで潜っていくことがあるので、海って深く潜ると暗いんですよね。その暗い中でもある程度目がしっかり見えるように、あの夜目が効くというか、暗い中でも目が見えるようになります。そのために目が大きいですね。夜光を取り込むため。ということで、夜型でも朝が昼型でもない、どっちでもいい、別に何でもいいというような動きがアザラシになりますね。じゃあ、ここからはね、アザラシに限った話じゃないんですけど、皆さんアザラシ可愛いと思いますか？まあ、可愛いですよね。可愛いと思うのが普通だと思ってください。なぜなのか、本能的に可愛いと感じるからです。ここの、そもそもなんで動物を見たときに可愛いと思うのか、理屈じゃないですよね。可愛いものは可愛い。でもこれを理屈で説明しようという方法があって、それがベビーシマ。言葉です。聞いたことありますか？ベビーシマっていうのは簡単に言うと赤ちゃん的特徴のことなんですね。で、この赤ちゃん的特徴を持っているものは本能的に可愛いと感じる。可愛いものは守りたくなるんですね。なのでこのベビーシマという特徴があるということが可愛いにつながっている傾向がある。で、ここでこのアザラシです。ベビーシマの塊です。ベビーシマの、代表的なところで言うと、まず目が大きい、頭が比較的大きい、で頭のサイズに対して目が大きいね、あと手足が短い、小さい、胴体に対して。で、赤ちゃんですから手足の動きがぎこちない、ね、そういった特徴があるわけです。アザラシ見てください。ね、クリップですよね。手足ちっちゃいですよね。で、こんなちっちゃい手足で手首から先、足首から先しか出てませんから、めっちゃ動きぎこちないです。もうベビーシマの塊なんですね。だから可愛いって感じるんです。でもよく考えてください。今言った特徴って全部あのただ当てはまってるだけなんですよ。ベビーシマにただ当てはまってるだけ、ただかそれ当てはまってるから偶然可愛いと思ってるだけなんです。目が大きいのも先ほど言ったように深い海の中でもしっかり見えるように、光をよく取り込めるように目が大きくなってるだけですし、手足が小さいのは水の抵抗を減らすためです。で水の平行を照らすためというか泳ぐためということになりますよね。で、手足の動きがぎこちないのはちっちゃいからしょうがないじゃないですか。水の抵抗を減らした結果そうなっている。だから結果的に、ベビーシマに当てはまっているだけなんですね。なのでこのあのなんで可愛いんだろうと考えたときに、その可愛いポイントはどこなんだろう、じゃあなぜその可愛いが生み出されているんだろうと考えたら、こういうふうにね、可愛いからスタートしてもアザラシの生態だとか特徴だとかどうよというところに結構たどり着けたりしますので、いろんなことところでね、いろんなところに着目して動物を観察してみると、可愛いからスタートしてもいいと思います。でそこから動物のことをぜひ知って
っていただければということなんですね。それではこのところでアザラシのサイトマッチングを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ちっちゃい説明しないの？ペンギンコートでも30分になってないです。すごいね、あの子まだあれじゃないの？